乾燥させますね。画面黄色い。キッチンペーパー。それではサフってきます。ライトって書いてますけど、ヘビーの方なんですけど、メカサフのグレーですねのヘビーを塗って、その後レッドブラウンですね。で、まあ色的にはもうレッドブラウンの色になっています。こんなに明るくないですからね。もう少しドス黒い茶色なんです。で、その上からですね、ガイアカラーのパールカッパーですね、こちら133ですね、パールカッパーを塗るという、こういう計画でございます。で、テストピースの方をちょっとご覧いただきましょう。レッドブラウンの状態がこれになります。こちらを、まあ、塗っていくというふうにしました。こちらですね、こんな感じになります。まあコッパーですので、銅なんですよね。フレームの色はですねこれにします。そしてまあちょっと部分で、ね、ちょっとはね色の違いっていうふうなも演出したいなとは思っていますので、それはまた別にやろうと思います。